私の名前はなるみ。タワマンに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。同じ地域に住む友達のリエコさん、友達って言っても世間話をする程度で彼女のことはあんまり知らないんだ。この間会った時結婚するんだって嬉しそうに報告してた。そんな彼女からいきなり LINE が。なるみさん、私破談になる。え、どうしたの？結婚するってこの間報告してくれたよね。実はさ、お母さんと折り合いが悪くて。そうなの？前はね、多分渋々結婚認めてたみたいなんだけど、今日になっていきなりやっぱりあんたと結婚させないって怒り出しちゃって、どうしたらいいのかな。私もう。何が理由とかは聞いてるの？私が施設育ちだからだって。え？私はちゃんとした母親も父親もいないから変な教育されてるんだと思われてるみたい。あんたみたいな子が娘になったら私は発狂するだって。施設育ちが理由でそんなこと言うなんてひどい。どこで育ったとしてもリエコさんはリエコさんなのにね。確かに私は施設で育ってお父さんもお母さんも知らないけど、けどそれを理由に破談っていうのはあまりにひどくない？婚約者の彼も含めてちゃんと話し合った方がいいよ。そうだけど、多分彼はお母さんの味方すると思う。私には誰も味方がいないの。私はただ結婚して幸せになりたいだけなのに、やっぱり両親がいないとダメなのかな？そんなことないよ。私がその人と話をしようか。え？いいの？お願いできる？うん。信子さんって人で、今から LINE 送るね。信子さん？信子となるみの LINE。やっぱり信子さんだったんですね。なるみさん？お久しぶりね。いきなり LINE をしてきてどうしたの？実はその、息子さんの結婚相手の人と私も顔見知りで。ま、リエコさんと？そうなんですよ。結婚が破談になりそうだって聞いてお話を伺いしようと思って。なるみさんのことも信用してるけど、これは家族の問題なの。そうですよね。ただどうして結婚を反対しているのかが気になって。多分話してもわからないと思うわ。これは価値観の違いだったりするから。話せる範囲で話してくれませんか？おせっかいだということはわかってるんですが、信子さんの話も聞きたくて。あの子ね、全くダメなの。え？私に嫌がらせばっかりするから仲良くなれないのよ。嫌がらせ？思い出すだけでも腹立たしいわ。私、あの子は絶対娘にできない。どんな育て方をしたらああなるのかしらね。育て方は関係ないんじゃないですか？え？どこで育ったとしても、リエコさんはリエコさんだから。確かにそうかもしれないけど、性格がひん曲がってるのよ。ああ、もうムカつく。なんなのあの子。大切な息子と結婚なんて絶対ダメ。落ち着いてください。落ち着けるわけないでしょ。あんな女と息子が結婚するなんて考えたら、虫唾が走ってしょうがない。いつも穏やかな信子さん、あんなに怒っているところを初めて見て私もびっくりした。LINE で話してても多分解決しないと思ったから、その後お茶をして直接話したんだ。すると、2週間後。なるみさん、話し合いしてくれた？私絶対に結婚したいの。なんで施設育ちってだけであんな意地悪されないといけないの？大嘘つき女。え？事情全部聞いた。あなたが施設育ちだからって意地悪してるわけじゃなかったじゃん。なるみさん、私の味方なんじゃないの？私はどっちの味方っていうより二人から話を聞きたかったの。片方の意見だけ聞いちゃうと偏った意見になるからね。やっぱり二人の話を聞かないとわからないものだね。なんであっちの仲間になってんの？実は信子さんと私知り合いなんだ。まさかあの信子さんとは思わなかったんだけどね。顔見知りだからってあっちの味方することにしたんだ。最低ね。もしかしてお金でももらったの？もらってない。私はただ直接会って話を聞いただけ。あの女なんて言ってたの？あなた家の中でひどい態度だったみたいじゃない。それも信子さんしかいない時を狙って嫌がらせをするなんて、ほんと悪質。あの女はそういう嘘をついたのね。私は何もしてないわ。勘違いしないで。ヒステリックな女が勝手に何か言ってるだけ。信子さんは誰も信じてくれないって言ってた。あなたは婚約者の彼や信子さんの旦那さんがいない時を狙って嫌がらせするんだもんね。
腐った食べ物で作った料理を出したり、段差のところで背中を押してこけさせたり。足が上がらなくてこけたのを私のせいにしないで。それなりの年齢だから家でおとなしくしとけばいいのに。他にも数えきれないほどの嫌がらせをしてきたよね。信子さんがそれを訴えても、そんなはずないだろ、嫌がらせするなって息子さん聞いてくれないって。憔悴しきって疲れてたよ。私からの LINE にも説教をされるんだろうと思って怒っちゃったみたいだし。だからなんでそっちの意見ばっかり聞くの？なるみさん言ってたじゃない。二人の意見を聞いて平等に判断しないとって。うん。ならなんであの女の味方ばっかりするのよ。おかしいじゃん。だから私は助言をしたの。助言？家に録音機とカメラを設置するように言って。録音？カメラ？そう。電子機器の使い方には疎いって言ってたから簡単なものをネットで注文して、使い方も教えたから。ちょっと待って、それっていつの話？1週間以上前かな。やっば！あなたが暴言を吐いたり嫌がらせをしてるところ全部映ってたよ。もちろん私はそれを確認したから LINE をしてる。ねえ、そのデータどこにあるか知ってる？知ってるけどあなたには教えない。なんで？伝えたらそのデータを壊しに行くでしょ。今日その証拠映像を信子さんが家族に見せるみたいだから。ちょっと待って、やばい、今すぐ行って止めないと。今すぐ行くから待ってなさい。あ、ちょっと余計なことはしないでよね。話し合いは1時間後だから、やばい、もしかしたら間に合うかも。1時間後ならギリギリ間に合う。私の方が先に到着してみせる。絶対に結婚はやめないから。ゆり、ひまわり。ゆりとひまわりとりえこのLINE。なるみさん、心配しないでください。絶対に大丈夫ですから。まあ、なるみさんも心配してないと思うよ。だってあのよりだもん。どういう意味ですか？深い意味はないのでお気になさらず。ちょっと、あなたたちと遊んでる暇ないから黙ってくれる？通知がピロ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 うるさい。大切な話をしに来たんです。大切な話？今以上に大切なことなんて私にはないの。あなたがしたこと全部知ってますよ。え？私も証拠映像は持っていますから。何の話してんの？あなたが信子さんにやってきた嫌がらせです。信子さんが自分で集めた証拠もありますが、私独自で集めた証拠もあります。ゆりが集めた証拠を渡せば早かったんじゃない？私が集めていた証拠は、家の中の映像ですが綺麗すぎるんです。綺麗？合成や作り物と思われても仕方ないくらいに、精細度や色彩が綺麗なんです。それを証拠と提出しても、なぜこんな映像が撮れたのかと思われてしまう。確かに、ゆりのストーカー能力って知らない人が聞いたらドン引きだもんね。何の話してんの？ストーカーとか言ってるし。もしかしてゆりさん、私の彼氏を狙ってるの？私は旦那一筋なので勘違いしないでください。ならいいんだけど。じゃあストーカーって？ゆりはなるみさんのことが大好きななるみさんのストーカーです。なるみさんに関わった人のことを24時間365日監視して、過去を調べ尽くして未来の行動パターンまで把握してます。え？は？ん？つまりあなたがやってきたことすべて知っているんです。対応が遅れてしまったせいで信子さんには辛い思いをさせてしまいました。ちょっと待って、じゃあ私の家も監視してたってこと？はい。なのでどうあがいたとしても、もし話し合いの場に間に合ったとしても破談は免れません。泣き落とし使えばいいの。はい。所詮説得するのどっちも男でしょ。私の説得と年寄りの説得、どっちを聞くと思う？どっちの涙を信じると思う？若い女の涙っていうのはそれだけで価値があるの。価値のないゴミ虫が何を言っているんでしょうか。ゴミ虫？あなたのような人絶対に許しませんからね。私は絶対に別れない。大体なんでこんな回りくどいことをしたんですか？同居したくなかったんですよね。そこまでバレてるのね。そうよ、結婚したらすぐに同居したいとかあいつが言い出したから。父さん母さんは結構な年齢だし、孫の面倒とかも見てもらった方がいいだろうって。私は嫌だって言ってるのに、持病が治まるまでの1年だけでもいいからとか言い出して。同居が嫌なら話し合いで解決すればいいもの。裏でこそこそと悪さをして信子さんを悪者に仕立て上げるなんて。なるほど、それが理由でそんなことしてたんですね。外面がいいから危うく騙されるところでした。危ない危ない。あなたの本性を知った信子さんは
絶対に結婚させてはいけないと思ったそうです。おい先短いやつは私に意見すんな。息子の幸せを母親が決めるなんて時代は古いわ。いや、やっぱり年上の言うことは聞くものです。は？私たちよりも倍近くの年月を生きてるんですから、知識も経験も豊富にあります。言いなりになれとは言いませんけど、助言やアドバイスは聞くべきだと思ってます。たまにはいいこと言うじゃないですか、ひまわり。わーい。私は絶対に別れないから、あの女をどうにか。無理ですね、ひまわり。私事故してるの見たいな。事故？そんな簡単に目の前で事故なんて起きないよ。キャー、なんか鳥みたいなやつが落ちてきて、避けようとしたらガードレールにぶつけた。あなたが事故ったところをちゃんと見てますよ。あ、そっか、監視してるからね。あんたたちが関係ない LINE をピコ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 送るから事故ったじゃん。話し合いの時間に間に合わなくなったらどうしてくれるわけ。そうなるように仕向けたんです。はあ、私小さい頃から運がいいんです。買った宝くじは絶対に当たったり、私に悪さする人には悪いことが起こったり、ここ最近はなるみさんやゆりの笑顔のためって思ったら運が発動するんです。それってつまり今事故ったのはひまわりさんのせいってこと？たまたま偶然かもしれませんよ。私そんな力があるのかって今でも信じれなくて。でも私が見たいと言ってすぐに事故ったので、そういうことでしょう。どうしてくれんのよ。やばい、話し合いが始まりましたね。二人ともドン引きですよ。これはもう破局待ったなしだね。だいたいすぐに同居したいとか言うあいつが悪いのよ。顔も良くて仕事もできるのに気が利かないんだから。それで他人を苦しめるのは違います。人間は話し合うための口を持ってるんですからね。うるさい。それになるみさんのお友達を傷つけた罪は重いです。友達って？信子さんですよ。あんな年の差があるのに友達って何言ってんの？なるみさんの心はとても広く優しい女性です。そんななるみさんを傷つけたんだから、お前地獄行きな。今回のドキドキワクワクお仕置きはじゃじゃーん、これです。ゆり、ゆりの番だよ。はい。じゃじゃーん、これです。え、私がここで発表するんですか？そうだよ。運命のガチャガチャカプセル。わー、なんじゃこりゃ。何二人で盛り上がってんのよ。こっちはどうやって嘘をつこうか考えてんのに。あなたのところには今から黒服の男性が迎えに行きます。あなたをガチャガチャのカプセルの中に入れて、誰が引くのかのお楽しみ。なんか前もあったよね。はい、今回参加するのは人身売買、Gソムリエ、あとは半獣の方たちです。半獣の方たち。なるほど、ご飯になる選択肢もあるというわけですね。ガチャガチャ回す人によってあなたの運命が決まります。すぐにあの世行きか、苦しみながら消えていくのか、動物の風になるのか、どれになるのか楽しみですね。私も実況中継見てますので。え、ちょっと、は？勝手に話進めないで。おーい、それでは素敵なガチャガチャの旅へ行ってらっしゃい。聞けて。おーい。その後、リエコさんは今までやってきた悪事が全部バレて破談に。裏で悪質な嫌がらせを行っていることを知って二人ともドン引きだった。信子さんには以前の笑顔が戻ってきて、息子にはふさわしい人と結婚してほしい、息子が幸せなら私はそれでいいと言ってたよ。あんな人と結婚したら息子さんのこれからは大変なことになってただろうし、やっぱり母親ってすごいなって思っちゃった。その息子さんは半年後になんと可愛い年下の彼女と結婚、両ご家族も大賛成で、今はお腹の中に赤ちゃんまでいるみたい。この人だって思ったら意外と結婚とか妊娠って早かったりするよね。すっごくおめでたいし、早く赤ちゃんの顔が見たいな。リエコさんはあの後黒服の男性に連れて行かれて、ガチャガチャのカプセルの中に詰め込まれた。誰が引いても最悪の中、少しずつ少しずつ下に降りていくカプセル。外では怪しい入れ墨の男や狂った目をした人たちがニヤニヤしながらカプセルを見てる。誰に選ばれたとしても地獄なのは変わりないんだけど、ユリが仕組んだってことは一番ひどい人に選ばれたんじゃないかな。みんなも嫌がらせをしないようにね。カプセルの中には詰められたくないでしょ。
私の名前は水木、医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャ丸と暮らしている平凡な第二子妊娠中の兼業主婦だよ。うちは住宅街の中にあるんだけど、この辺りは町内会の活動が盛んなんだ。だから老若男女関係なくつながりが多いんだけど、その分悪い噂も広がりやすいんだよね。最近よく聞くのが近くのアパートに住んでいる麗華さんの話。どうも手癖が悪いらしくて、そんな麗華さんからマジで意味不明な LINE が届いたんだよ。みずきさんこんにちは。あれ、麗華さんこんにちは、珍しいね。今日はちょっと報告したいことがありまして、私結婚することになったんです。あ、そうなんだ、おめでとうございます。だから今日からみずきさんが私のお世話してね。私晩ご飯はオムライスがいいな。ケチャップは嫌だから、ドミ、デミ、デログラスソースにしてよね。お世話？そう、みずきさんがお世話をするべきだから。あとみずきさんの家って一戸建てだよね。結婚まで私そこに住みたいから部屋一つ開けてくれる？今住んでるアパート湿気がすごいし狭いんだよね。なんで私が麗華さんのお世話しないといけないの？だって結婚するんだよ。私世界一幸せな花嫁さんになるの。この辺りに住んでるママさんたちとはちょっとランクも違うし。あの、病院紹介しようか。頭の、なんでそういう話になるの。はあ、こんな社員さんがいるなんて心配。あのさ、はっきり言って麗華さんの言ってること全く意味わからないから。私に対してそんな言い方していいのかな。この辺のママさんってやっぱり頭弱いんだね。そっくりそのままお返しするよ。全く意味不明な話垂れ流して本当に頭が心配になるレベル。いいのかな、いいのかな。ママ友たちにハブにされると思うよ。水木さんが性格悪いってこの辺りの人たちに言いふらしてくるね。誰も麗華さんの言うことは信じないと思うよ。何それ、もしかして噂広めてるのって水木さんなの？麗華さんがあちこちで泥棒してるって噂？やっぱりあんたなんだ。最近みんなよそよそしいし家にあげてくれないし、鍵してなかったから家に入って待ってたら泥棒とか言って追い出されるし。え、人の家に勝手に入ってたの？そのくらい別によくない？ゴミ捨ての間ちゃんと鍵しない方が悪いんでしょ。それに泥棒じゃない、ちょっと借りただけ。事後報告がそんなに悪いことなの？別にいいじゃん。不法侵入に泥棒、自供してるじゃん。麗華さん犯罪者だよ。何言ってるの。いいから私のお世話をしなさいよ。お世話しろって何言ってんだこいつ。言ってること何一つとしてわからないんだけど、結局よくわからないから放置していたら今度は夜になってまたやってくるし、外でうるさいし。ちょっと、なんでピンポン鳴らしてるのに出ないの？私のオムライスはどこ？それと枕も持ってきたから部屋用意してあるんでしょうね。今消音したけど何度もピンポン鳴らさないでよね。うちには子供と猫と妊婦がいるの。警察呼ぶよ。呼べるもんなら呼んでみろ。私あんたんとこの社長と結婚するって知ってて言ってるの？分かったなら世話しろ。飯と部屋も用意しろ。小遣い10万よこせ。うちの社長は中年女性だけど。え？あのさ、まさかだけど私が働いている会社の社長と結婚する、だから世話しろ、そういう話だったの？いや、だって私社長夫人になるんだし。だからうちの社長は女性だってば。はあ？そんなの嘘。だって私見たもん、水木さんがなんかでかい漬物工場から出てくるところ。その工場に出入りしてる社長から交際申し込まれたの。プロポーズだってされたんだから。うちの社長はそのでかい工場とやらにはあまり行ってないよ。もう一つの小さな工場の方で自分でせっせと漬物をつけたり樽に入って転がったりしてるけど。え、いやそれは意味わからないけど。どうやってその男性と出会ったのかわからないけどさ、うちの工場には取引先の社長さんとかも出入りしてるからね。てか結婚するんだよね？そうだけど。結婚する仲なのにその人がどういう人なのかわからないの？だって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 。名刺とかないの？というか社名は？樽山みたいな会社だけど。ああ、あそこの会社か。知ってるの？すごく高品質な漬物樽を作る会社の社長さんだよ。
どこで知り合ったの？いや、水木さんと同じ工場から出てくるのを見たから、なんか水木さんの弱みでも握れないかと思って声かけたんだけど。本当に最低。別にいいでしょ。え、私あのでかい工場の社長だと思ってたのに。ちょっと、じゃああの人の会社ってどんな会社なの？確か社長さんがほとんど一人で作業をしてるはずだね。で、お母さんが経理をやってくれてるって聞いたけど、お父さんは週1くらいで手伝いをしてくれるとかなんとか。社員は100人くらいいるの？いいよ、あそこはご家族でやってるところだよ。少数精鋭って感じでさ、品質のいいもの作ってくれるんだよね。ふざけんな。漬物だるなんて何でも同じだろって思う人もいるかもしれないけどさ、うちの社長はそういうのにこだわる人だからね。なんでもあそこの樽はすごくしっくりくるらしいよ。しっくりくるって何の話かよくわからないけど。ふざけんなふざけんなふざけんな、そんなの聞いてない。え、こんな結婚やめてやる。家族で会社？どうせ貧乏なんでしょ。町工場で借金ごっそりあるんでしょ。いや、あそこはもう絶対にありえないから。水木と社長信代のライン。ふんがががありえないのだわ。あそこの樽はしっくりぴったりフィットするのに。だから何にぴったりフィットするんだ。しかも設備投資分はすでに回収してあるみたいだし、超健康な会社。それをどうせ貧乏とは悲しいのだわ。それにしても相手がどういう人なのかわからないで結婚するとは。イケイケゴーゴーゴーだわね。そうですね。ところで水木さん、今の働き方はどう？妊娠してから在宅仕事を増やしてもらえてありがたい限り。なんだっけ、その？リモコン。リモートワークです。うんががびー。そうだったのだわ。これからもみんなにとって働きやすい会社を目指すのだわ。この通り、うちの社長はもともと私のママ友だった人なんだ。漬物名人として有名になった後に社長になって、今は漬物を漬けたり樽に入って昼寝をしたりしている不思議な人だよ。まあどう考えても麗華さんの結婚相手ではないわな、ママだし。ちなみに麗華さんなんだけど、結婚相手に騙されたと食ってかかっていったみたい。相当ひどい暴言を吐きまくって結婚は破談になったんだけど、この元結婚相手さん、ちょっと面白い経歴を持ってる人なんだよ。1週間後。やっぱりあんたなのね。もうそういうのお腹いっぱいだから、めんどくさ。だってあんたしかいないじゃない。実家にチクったわね。実家？そうよ、あいつにいろいろ文句言った録音とか、近所の家にちょっとお邪魔したり物借りたりしたこととか、そういうの全部実家にチクったでしょ。はあ、あのさ、文句言った録音とやらをどうやって手に入れるわけ？普通に考えて誰がやったかわかるんじゃないの？でもあいつは私が近所で泥棒してたのなんて知らないし。今泥棒してるの認めたね。ああ、違うのよ。私は泥棒なんかじゃない。ただちょっと物を借りただけで。そんな話通るわけないでしょうが。てか、あなたこの間公民館でも泥棒したよね。知らない。監視カメラに映ってたらしいよ。そんなの嘘です。絶対にバレないはずです。公民館のお向かいに大きな家があるでしょ。え？うん、あそこの家、玄関に監視カメラ設置してるんだよ。公民館を出てバッグの中からトイレットペーパー確認してる姿バッチリ映ってるよ。いや、すごいよね、高級なカメラってマジですごいわ。トイレットペーパーに公民館って書いてあるのまでバッチリ見えるものなんだね。いや、トイレットペーパーくらい別に。ちなみに公民会のお向かいの家に行っても無駄だよ。麗華さんが思っている以上に証拠集まってるからね。あちこちの家でみんな録画してるから。なここ最近泥はあんまりなかったからみんな油断してたみたいだけど、麗華さんにやられたのが分かってからはバッチリ証拠集めてたってさ。この辺りのママさんは結構怖いよ。なぜかやたらとドキュンママが引っ越しては逃げていって、毎日ストレスが溜まってるからね。違うの、ただの冗談というか。それ警察に向かって同じこと言える？冗談で泥棒やら不法侵入しましたよって。待って、お願い交渉しよう。だって結婚して引っ越すことになってたから、それでちょっといつもよりやりすぎちゃっただけなのね。そんなこと言われても私は被害に遭ってないし、
じゃあ味方になってくれるでしょ。なわけねえだろ、どんな頭の中身してんだよ。だってその後麗華さんは逮捕され、現在はお勤めコースになったよ。もともと手癖が悪い人ではあったものの、トイペ1個とか個包装のお菓子をちょっと盗むってレベルだったんだって。だからみんな気づかなかったんだよ。でも結婚が決まってからは、どうせ引っ越すからとヒートアップ、結果お勤めになるとはね。最初はどうだったにせよ、プロポーズまでしてもらったのに本当にパーすぎる。ちなみに麗華さんと結婚する予定だった社長さんは元探偵、麗華さんにあれこれ文句を言われて切れちゃってさ、自分で調査をした結果、泥棒やらの証拠がごっそり集まったので、被害者も集めてみんなで警察へって感じだったみたい。いやおっかねー。でもこの人の作る樽は本当にいい樽なんだ。ちなみに最近は猫用の樽も販売してるんだよ。なんでも信代社長が樽で昼寝をしているのを見てひらめいたんだって。うちのにゃにゃまるも愛用中。おお、今日もよく寝てるわ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。